皆さんこんこにちは命を守る参議院議院員の川田隆平です、えー、今週は、えー、夏休みに入っている社もいらっしゃると思いますが、えー、いかがお過ごしでしょうか、えー、また暑さがまた、えー、戻ってきているというかですねちょっとここ数日少し涼しい、まあ、涼しいって言っても、えーまあ普段のちょっと今状況が暑いですのでもう3 5 6 7度ぐらいまでいっているところもありますので まあそこからするとまあ30度ぐらいだった日がちょっとあったかなと思っているんですがやっぱりこの暑さそしてこの雨ですね今本当に豪雨災害特に1時間当たりの単位雨量がですねやっぱ本当にこう非常に多くなっていてそれによるまあ洪水豪雨災害というのが起きております。山形県県新潟県など本当にこの普段であれば そんな洪水が起きないところがですねやっぱり起きてしまっているということで本当に真夏の暑い中の,本当にこの復旧作業本当に泥のかき出しであったりとかボランティアの方も手伝っていただいてそして作業をされている方は本当にあの大変な中本当,に本当にお疲れ様です、本当にあのお見舞い申し上げます。 であの今日は本当それがあの北海道ですとか東北地方もですねこれから雨が続くことになるということですので本当にお気をつけいただければというふうに思いますまた早めの避難ですとかできるだけその家財道具とかそういったものはあのね二階に上げるとか、まあ、何かできることをやっておく必要があるのかなというふうに思いますそして。 えーまあ、今日は原爆の日というかことで長崎で今日は平和記念式典が行われておりました、えー、先日も広島でも行われましたけれども、えー、この今核兵器については、まあ、本当に今そこ、えー、にある危機ということも言われておりましたが、あのーまあ、状況がだいぶ変わってきているということで、えー、今の核兵器に対する国際会議などもありますけれども そういいいっった問題をしかかりと考えてななきゃいけない現実的な話として考えなければいけない時代になっていると思いますそして本当にこの平和の問題については毎年この8月非常に大きな問題が上がってくるということだけではなくってこういった機会をですねっしっかり平和のことを考える機会にしていきたいというふうに思っております先週はシベリア流の 議員連盟これもシベリア議連もまた開催をさせていただきましたけれどもこういった問題を繰り返しこの夏だけではなくてですね本当は考えていかない時期ではできるだけではないと思っております。それから来週ですね再来週ぐらいから厚生労働委員会これが閉会中審査ということで衆議院参議院と行われますので。 そののたための準備なども今させていただいていいだおりますそして今回は今日の令和新選組の天畠さんと面会させていただきましたが船越さんに続きですねこの天畠さんについてもこの合理的配慮これをどうするのかということで天畠さんの要求を聞きながらちょっと今回これ今後の厚生労働委員会 また厚生労働委員会だけではない、まあ、委員会の移動などもあった場合にですね。他の委員会にも関係してくるものですから今後の対応をどうするのかということも含めてこれは厚労委員会そしてさらに他の委員会とも関係をする問題として合理的配慮をどうする,にするのかということを考えていかなければいけないと思っております。 そして8月の一応今のところですが19日が衆議院の厚生労働委員会そして8月の25日に参議院の厚生労働委員会になるのではないかというところで今調整をさせていただいておりますそして大体災害対策特別委員会が連休というかこのお盆明けに入ってくるのではないかというところですのでそれについてもまた これはまた国体それから委員会のひとり時間でのまた話し合いによって日程も決まってくるものと思いますそしてまた国会はですねそういった閉会中審査ということになってくるんですが質問収支書も先週提出をさせていただきましたそういったことも含めてですねこの国会も動いてはいますので えー、来週、再来週とまた国会のために、えー、また、えー、国会で、えー、活動していくことになると思います。で来週15、16日もです、ね、あのずっと、えー、川田事務所はです、ね、あの国会見学を、えー、もうすでにあの、えー、希,望はもう希望者は締め切ってしまっているんですけれども、えー、国会見学ツアーというのもありますので、えー、そちらの方もさせていただこうと思っております。 また改めて日程はあのまたそれによってですねまた日程を決めていくことになると思いますがまたもしあのそういった希望などありましたらまた皆さんからもえ要望を受け付けたいと思っておりますので、えー、他の日でまたそういった効果見学したいという方がありましたらまた言っていただければとこういうふうに思っております、えー、さらにあのまた今回ですねあのローカルフード法案についての、えー 進めも今させてていいただいております、えー、そして、えー、昨日ですね農,業農林水産大臣もですね今農業、えー、食料農業農村基本法についての、まあ、これをですね今回、えー、検証するということで、まあ、これについてまた、えー、対策を打っていくということで食料自給率などをですねこれしっかり取り組んでいくというようなことも言っておりますが。 まあ短期的には非常に難しいという状況もありながらこういった今の食料危機の状況をどう乗り越えていくのかということでその課題についてですねやっぱしっかりとこれらもやっぱ議論していく必要があると思っています。で今日の農業新聞の社説にもありましたけれども農業作業事故ですね農作業の事故が非常にこの,機械,の機械化することによって非常にその事故も起きているということで。 まあそういった農作業の事故についても農作業の安全検討会こういったもので労働災害が非常に明らかになってきているということで非常に今経験年数の短い人たちの事故が非常に目立っているということや農業によって亡くなる人この労,災ですよね労災の人たちも増えているということで。 やっぱ本当そういった問題についてもです、ね、しっかりこれは根本的な問題ですのでそれをしっかりと対策を打っていく必要があるというふうにも思います本当に命に関わる問題ということでこれはしっかりと農作業におけるこの事故を防止するための政策もです、ね、これも併せて考えていかなければいけないなというふうに思っております8月本当にこの農業も再生期というか非常に忙しい時期でもありますので そういった日での,の問題もありますしそういった農業をどういうふうにするのかといったことも含めて特に今、ね、暑い時期でもありますので熱中症はもちろん皆さん気をつけてやられていると思いますけれども本当に大変な中農作業をされている方たち本当にそういった方たちのことをしっかりとできるようにこれから政治の方でもしっかりやっていかなきゃいけないというふうに思っています。 またローカルフード法のホームページなどもまた引き続きリニューアルなどをさせていただきたいと思っていますのでぜひそちらの方もまた合わせてチェックしていただければと思っております先日の緊急のセミナーの方もですねオンラインで行わせていただきましたこれもアーカイブを YouTube にアップさせていただいておりますのでぜひそちらの方をまだご覧いただけていないという方はぜひ見ていただいて ぜひそしてまたチャンネル登録の方もまたぜひしていただいたらそういった新しい情報などもまた YouTube でアップさせたときに見ていただけるようにと思っておりますのでぜひまた引き続き YouTube の方でまた見ていただければというふうに思っています。今日も皆さん本当に最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。